堀切全米は日本の政党政治家、経済学者、立憲声優会所属。1912年の第11回総選挙から1937年のクイーン逃げ解散選挙まで連続10回の当選を果たし、その間1929年には第27代衆議院議長に選出された。経済学者でもあり、経済学者としての専門は経済言論。 財政学、商業政策、植民政策である。内務官僚で、東京市長、法制局長官、内閣書記官庁、内務大臣などを歴任した、堀切善次郎と衆議院議員を務めた、内池久五郎は弟に当たる。堀切良平の長男として、福島県、忍部部城飯坂村に生まれる。1903年、慶応義塾大学理財科を卒業。 米国のハーバード大学、英国のオックスフォード大学、さらにドイツのベルリン大学に留学し、帰国後母校の教授となる。1912年声優会公認で、第11回衆議院議員総選挙に、福島県第1区から出馬し初当選。以後連続当選10回。声優会では、漢字や総務を歴任。1918年、 高橋小紀予想省の大臣秘書官に就任。1921年大倉省参事官と高橋総理の総理大臣秘書官を兼務。1924年加藤公明五県参派内閣で農商務参与官を拝命。1925年加藤公明県政会単独内閣で商工参与官を拝命。百二十九年衆議院議長に選出される。 1931年、犬会内閣で、大倉政務次官を拝命。1939年、政友会の分裂に際し、中島区兵を総裁に担ぐ革新同盟に所属。1940年かつては、同じ政友会の代議士として気心知れた、松岡洋介外相に壊れて、中尉大使に。大島博士中毒大使とともに、大戦下における、 日独意三国の協力関係の構築にあたる。1941年訓一等随法省受賞。1942年中尉大使を辞して特派大使として欧州に2年間滞在。1944年帰国。1945年貴族院直選議員に直任される。1946年公職追放され、同年6月15日。 貴族院議員を辞任し、同年11月25日開業のため、飯坂町の自宅で死去。64歳。ありがとうございます。